にちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じのコマを作っていきたいと思います。テーブルがツルツルしているともっとよく回る作品です。それでは早速作っていきます。15センチ角の折り紙を3枚使います。まずはですね、一番外枠の部分から作っていきます。縦と横を半分にしてください。開いたら、今度は三角に半分に折っていきます。そうしたら、角を中心に合わせて折っていきます。これはですね、出来上がりが結構大きな作品です。だいたい縦横の直径がですね、10センチ近くになるかと思います。ここまで折ったら、中心にある角を外の縁に合わせて折っていきます。ここまで折ったら外枠の完成です。では今度は内側に入れる部分を作っていきます。まずはですね、縦横を半分にしてください。今度は三角に半分にしてください。角を中心に合わせて折っていきます。ひっくり返して、また同じように角を中心に合わせて折っていきます。もう一度ひっくり返して、同じように角を中心に合わせて折っていきます。
これで内側の部分の完成です。あとはですね、回すところを作っていきます。三角に半分にしたら、繰り返して色のついている面を上にして縦横を半分にします。そうしたらですね、中心部分を少し開けて、角をですね、中心に向かって折っていきます。ここはですね、だいたい5ミリぐらい中心部分を開けてみてください。そうしたら、ここに合わせて外側の4つの角を折っていきます。中心部分が四角に、空白が、白い部分が空白ができるはずです。そうしたら、さらにもう一回この角の部分を角に合わせて折っていきます。そうしたら、ついている線で斜めの線を山折りにして、縦横の線を谷折りにして、ぎゅーっと中心に向かって押していくとこんな感じになるかと思います。ここが回す部分です。それでは組み立てに入っていきます。これをですね、ひっくり返して、この線に合わせて、三角部分が、この中に入れたものが、ちゃんと中心に来るように、線を合わせて挟んでください。そうしたら、中心あたりをちょっと押さえて、角を、こういった感じで、内側にある折り紙の下に、挟めていきます。隙間があるので、そこからキュッと入れてください。そうしたら、このピラピラっとしているのを外側に折っていきます。そうしてですね、中心部分に回すところを挟めたら、これで完成です。ここはですね、
横の方から入れると入れやすいかと思います。斜めにして端から間に挟めてください。そしてですね、これはですね、一番外側の縁が下についてしまうと摩擦が発生してなかなか回りにくいので、外側のところはちょっとコマを置いた時に宙に浮くような感じにしておくといいと思います。そうすると綺麗に回ります。この端のところは中心が沈む感じで、よいしょ。とりあえず回りました。もう一度、よいしょ。今度は先ほどよりよく回っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。